井上参考人。何をやるべきかって非常に重要です。アペンディックスの資料を付けさせ、を示させていただきます。下手なことをやるくらいならやめてくれっていうのが僕の意見なんですけど、そんな下手なことの代表例が2019年7月1日に起きた韓国への半導体産材料の輸出規制です。これによって日本の材料メーカーは大きな被害を被りました。半導体の製造っていうのは大体こんな風になってます。ウェファーがあって、でそこを洗浄して膜を積んでリソグラフィーでパターニングしてエッチングして洗浄、また洗浄して検査してと。で2次元のウェファー上に3次元の構造物を作っていくんですけど、大体これが 1000工程ぐらいになります。で1000チップが同時形成される。でこの洗浄というのは300工程とか400、まあ、全部で1000工程だとすると1000工程ぐらいだと300工程ぐらいあるんですね。そのうちの100工程ぐらいが復活水素なんですよ。復活水素の洗浄というのは100工程ぐらいなんです。でこの復活水素を輸出規制しちゃった。で産材料って復活ポリイミド、 EUV レジスト、復活水素なんですけど、この復活水素がないとテレビもできませんし、どんな半導体も、これ丸じゃなくてバスにした方が良かったのかと思うんですけど、全部にインパクトがあるということですね。でこれ、6月30日まで、大阪で G7 のサミットやってたんですよ。安倍総理大前総理大臣が世界の、貿易安定して仲良く手を取り合ってグローバルにってやってた翌日に韓国に対してこれやったんですね。でこれは韓国中が大騒動になりました。これ第一の真珠湾攻撃と言われています。で韓国のサムスンとハイニックスに、復活水素の在庫がなくなったら一個も作れなくなったところなんです。でこれで懲りて韓国メーカーはすべて日本のボトルネックを洗い出せと、日本がボトルネックになっている材料、装置、部品全部内製化を目指せというふうに舵を切ることになりました。これは日本の復活水素メーカーにとっては大迷惑、他のメーカーも大迷惑なんです。シェアがどんどん下がっていくんです。成功したところから日本はもういい、締め出されていくんですということが起きました。まあ、ちょっと話それたんですけど、こういう政策やめてほしいんですよ。で今 TSMC が R&D センターをつくばに作るんだということを言ってます。僕の憶測ですよ、憶測なんですけど、この第二の真珠湾攻撃が行われたときに TSMC とかアメリカの半導体の僕の知人が、日本政府というのは怒るとこういうことをするのか、まさかと思うが俺たちにもしないよなと、そういうことを言いました。で TSMC には一生懸命経産省が口説いてるわけですね。これは足毛にしてしまうと、まさかと思うけどこれやらないよなというような警戒感があるんじゃないかと思います。で、まあ、やむなくボードミーティングで186億円計上して R&D センター作るかもしれないよっていうような決定をしたんですけども、海外から日本ってこういうふうに見られてるんですよ。何か怒らせるとこういうことやると。だからぜひこういうことはやめていただきたいんですよ。じゃあ何したらいいのと